それは歴史の中で流星のようにきらめき、それは自由を目指し空を駆け、それは人類の革新を求めて飛翔し、それは野生を解き放つ戦うための力、ガンダム。その機体が私たちを新たな時代へと導く。SD ガンダム G ジェネレーションクロスレイズ。 G ジェネレーションシリーズ最新作は4つの世界を原作追体験で描き出します。ガンダムウィングシリーズ、ガンダムシードシリーズ、ガンダム00シリーズ、ガンダム鉄血のオルフェンズシリーズ。作品の枠を超えたあなただけの部隊を編成し、あまたの戦場を彼らと共に戦い抜いてください。はじめましてだな、ガンダム。戦争なんて嫌だって君だって言ってたじゃないか。各シリーズの原作ストーリーを追体験できるステージ攻略。ここでは数々の名場面を再現した物語が展開されます。そう、あなたもガンダムのパイロットを知っているのね。なんでこんなことを。また戦争がしたいのか、あんたたちは。死んだな。くそー、こんなところじゃ終わりねえだろう、ミカ。部隊編成には戦艦グループと遊撃グループがあります。戦艦グループは戦艦が中心となる部隊です。戦艦内に機体とパイロットを編成すればマップ上で戦艦から出撃できます。また戦艦連携を実行すれば戦艦の周囲にいる複数の敵ユニットをまとめて攻撃することも可能でしょう。さて、景気よく前を向こうじゃねえか。何とどう戦わねばならないのか。戦争は難しいですわね。沈め。今作ではユニットのみで構成された部隊遊撃グループを編成できるようになりました。遊撃グループには最大8機の編成枠があり、ステージによってユニットの出撃数は変わります。遊撃グループでは武装の射程が届けばどこからでも支援攻撃が行えます。今まで以上に自由度の高い戦略を練ることもできるでしょう。そして遊撃グループも遊撃連携によって一斉攻撃が可能です。どのユニットからでも実行できるので、部隊を多方面に展開し複数の敵ユニットへ同時攻撃も仕掛けられます。力を貸してくれ。オーライ。前衛は任せた。無理はするな。2つのグループを使い分け、皆さんがなすべきことを、自分たちの道を進んでください。ユニットとキャラクターは戦闘で敵を撃破することでレベルアップし成長していきます。特定のレベルに達したユニットは開発を行うことで新たなユニットへと発展させることができるでしょう。異なる2つのユニットを組み合わせ設計することで新たなユニットを生産リストに登録することも可能です。開発と設計を進めていけば多彩なユニットを手に入れることも夢ではありませんわ。マップ中で母艦を破壊され白旗を上げた敵ユニットは捕獲することができます。強力なユニットならそのまま部隊に編成することも方法の一つだと私は思います。新システム、アビリティゲット。アビリティホルダーを撃破すると各キャラクターにセットできるキャラクターアビリティが手に入ります。さまざまなアビリティを集めセットしてあなただけのキャラクターを育て上げてください。地球の人間たちは防衛という名目で戦争を始める。動きません。たとえあなたを倒すことになろうとも
私は敗者になりたい。もらった。やりゃ邪魔だ。戦士としての意地はこうさせてもらう。宇宙の心よ、僕に全てを教えてくれ。作戦上のマイナス要因を排除する。どけ。俺は俺の信念で戦う。 MO5 のパイロットとして EX システム発動。世界を広く見ろ。させるもんか。使ってみせるさ。そこだ。答えを見つけ出すために。よし、連携するぞ。さて、暴れるか。ステラも行く。ザクとは違うんだぜ。ザクとはな。ノワールの機動性を利用する。痛みは一瞬だ。運動無用。プロトゼロワンの力、ここで味わうがいい。一刀両断。貴様などが俺のハイセリオンにかなうものか。ドレッドノート、あの人を止めよう。エル、リミッター解除。オアクールリュミエール。これが俺たちのガンダムだ。うわアリオス、迎撃行動に入る。邪魔をするな。キュリー、ごめん。俺は戦争が好きで好きでたまんねんだよ。ご臨終だ。これも紛争だ。激しく行こうぜ。狙い撃つ。それ以上変なことをほざくのはやめろ。ガンダムアルテミ、私のガンダム。見えるよ、あんたのにやけ顔がね。邪魔だよ。先に行かせてもらうよ。任せて。この敵は私が引き受けた。マサヒロとの記憶とともに俺は戦う。終わった。これはラスタル様の重大な任務なのだ。お前の待ち望んでいた戦場だ。遅い。ごちゃごちゃしたのは嫌いだな。俺たちの前から消えろ。ベイオネットソードで貴様を切り込む。逃がしはしねえ。邪魔するっちゅうなら容赦はしねえ。ぶっちゃぶせ。自分の中にある幸せを他者と共有し、その輪を広げていくことが本当の平和につながると私は考えています。私たちの誰もが光を目指して歩いている。歩き続けること、それが私たちの務めだと思うのです。戦わずに平和を実現する道を人間は選べると私は信じています。どうか今この果てない争いの連鎖を断ち切る力を。お会いしてやるぜ。そこだ。行くわよ。私に任せなさい。援護は任せて。ちょっとお手を貸してよ。そこだけ目の期待を。ダメじゃねえ。待ってー。
SD ガンダム G ジェネレーションクロスレイズ11月28日発売。早期購入3大特典その1 SD ガンダム G ジェネレーションモノアイガンダムズ移植版。2002年に発売された懐かしのゲームが今再びプレイできます。その2、追加ユニットシスクード、ティターンズカラー、モノアイガンダムズに登場する機体を生産リストに登録することができます。その3、ゲームの攻略に役立つオプションパーツなどが手に入るオプションパーツスターターセット入手クエスト。 G ジェネを早期購入し、この3大特典を手に入れてください。あなたのその手はきっと大切な何かをつかめるはず。